はい、皆さんこんにちは、樋口からものひこです。先日ですね、チェンソーのピッチのお話させていただきました。今回はですね、そのピッチのお話されても調べられないよっていう方のために、チェンソーの刃のピッチを調べる、こういったチェックゲージなるものが実はあります。なのでこれの使い方をご紹介したいと思います。まあ実際ね、これ本当は販売店さんが持ってればいいやつなんですが、まあお客さんレベルで、ユーザーさんレベルの中でちょっと調べて、自分の刃の種類を調べたいよっていう方なんかにいいかなと思います。なのでちょっと使い方ね、ご紹介したいと思います。各種ピッチの違うチェーンソーを用意しました。こちらMS170 ですね。MS170 についてるチェーンソーは、の刃は、8分の3ピッチ。このようにですね、その適正なピッチのやつをはめると、刃のついてないところがこう隙間にはまりまして、刃と刃の間隔が見えるようになってるんですね。このようにですね、適正なところに持っていけば、ピッチがこれで分かるようになってました。オレモンの方は、と言いますと、間隔が分かりやすくなってますね。このように、で、オレモンの方は、リベットの穴が隠れるようになって、そのピッチの距離の感覚が分かるようになってますね。次に、ゲージ幅、このドライブリンクの厚みですね。ドライブリンクの厚みはこの隙間のにはめます。これ 1.3 なので、この 1.3 のところで遊びがない状態ではまります。 1.5 とかだとスカスカで動きますね。 1.1 は入りません。こちらのオレモンの方もですね、 1.3050 とかのところにぴったりですね。それが058スカスカです。043、1.1 目のところには入らないですね。4分の1ピッチ、次は4分の1ピッチですね。4分の1ピッチ、このように他のところではスカスカなのは4分の1ピッチ、このようにカッター感の隙間にピッチリはまるようになります。オレゴンは、4分の1ピッチ、このようにかかれますね。というふうに、まあ各メーカーさん、この使い方、チェックゲージの使い方差はありますけど、こうやって調べることができます。 MS261、コンマ325ピッチです。コンマ325なんですけど、4分の1とか8分の3とかじゃ綺麗にはまってくれませんね。それが325ピッチのこれで、そう、綺麗にカッター間の間にこうしっかり入るようになります。というふうに使い方があります。そしてオレゴンも同じようにですね、今までと同じように、コンマ325なので、リベットはこうやってしっかり
見えるようになります。そしてですね、多くの方がピッチは分かったけどコマ数ってどこのコートのコマ数なのっていう声も多いんですね。で、コマ数というのは、このドライブリンク三角の数が何コマあるかっていう数なんですね。なので、私の数え方をご紹介いたしますね。この端っこから1,2,3って数えていきます。 3,4,5,6,7,8,9,10,12 とで、かける2をしてあげます。かける2をできるコマ数の数か1個だけ余る時があるんですね。そしたらプラス1にするというふうに、奇数コマ偶数コマをかける2にして、でかける2にしきれないときはプラス1を足すという感じで、74コマなのか75コマなのかとか、そういったのを数えます。なので、よくチェーンソーの機械だけ持ってきて、これに合う刃をくれって、バーとチェーンつけてなくてですね、合う刃をくれっていう方とかいらっしゃるんですけど、使ってるバーは何ですか、コマ数を教えてくださいって、いやそんなんわかんないよっていう話になったりするんですけど、なので使ってる刃を持ってきてくださいっていうのはそこにあるんですね。コマ数がもう機械の種類によって全然違うので、なので、コマ数を調べるというのが大事になっちゃいます。お客さんのチェーンソーに合わせた時にね、合わないっていうことが起きてしまうので、でさらにガイドバーのゲージ幅によっては 1.3 なのか 1.5 なのか、正直さまざまなメーカーの中で販売店が選ぶことで 1.3 ミリゲージのガイドバーで売るのか 1.5 ミリゲージのガイドバーで売るのか、差があることが多々あるんですね。なので、スチール以外のチェーンソーの刃も売ってますけど、そういうのを調べないとちょっと販売をミスすることがあるので、持ってきてくださいと聞くところでした。 いかがだったでしょうか。チェックゲージ、オレゴンのやつはね、このメタテホルダーのセット品ですね、こちらの中に付属してあります。スチールの方はね、通信販売できないので、最寄りの販売店さんでご購入ください。正直なところ、このチェックゲージでピッチをお客さんが知るっていうことは必要ないかとは思います。ご自身の使ってるチェーンソーが何分の何ピッチ、何ピッチで、何ミリゲージ幅の刃を使ってるのか、で何コマのものを使ってるのかっていうのが分かれば、それで十分かと思います。よくね、スチールと他のチェーンソー持ってる同じ刃にしたいんだっていう方も多くいらっしゃるんですけど、ちょっとそれができないパターンが多かったりします。ものによってはできる可能性もあったりするんですけどね。刃自体、このように種類がいっぱいあるので、コマ数も様々あるので、メーカーが考えたところでの選定しているのでね、全てを共通に使うっていうことはできないことが多いと思ってください。さらに、排気量によって、ピッチ、あさり幅、様々そういうのを考えてね、選定されているので、チェーンソー大中小を持っていて、全部同じ刃にしたいっていうと、ちょっとそこも無理があるということになりますので、排気量に合わせて刃も選定されてますので、ね、なので、そういったのも加味して、今回の動画、参考程度にしていただければと思います。そうやって調べることができるんだよっていう程度でね、認識を持っていただければと思います。今回の動画良かったなと思いましたら、高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。サブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。